はい、では次はですね、体幹の横回りですね、正面と背中やったので横から挟んでグッと締めていくトレーニングをやっていきます。まあウエスト周りやっていきましょう。で、最初のポジションはですね、両膝を曲げていただいて膝を後ろにグッと曲げます。 OK、大丈夫ですよ。で、この状態で横の腹筋、下の腹筋に効かせたいので少し体をねじる、下の骨盤を後ろに少し、で、肘は肩の真下、ちょっと自分の方に行きましょうか。はい、OK。この状態でここを持ち上げてアップ、で、キープします。横の腹筋にキープします。 OK、一回下ろしましょう。このままキープしていきますよ。耳から一直線骨盤まで、はい、アップして、そう、キープ。鼻で息を吸って、口から吐いて締めていく。いいですね。そう、目線はまっすぐ。いいですね。で、この下の腹筋を使っていきます。そう、ナイス。よし。はい、OK。下ろしましょう。次は左手を伸ばしていただいて、同じことをやっていきましょう。そうですね。はい、伸ばしてアップ。そう。体一直線。そうです。背中が入ってきます。手を伸ばすと背中により効いてきます。そして横の腹筋。肩が入らないようにして。そう、いい姿勢。素晴らしい。よし。はい、OK。いいですね。次は、そうですね。肘つきに戻っていただいて、右手と右足を上げていきますよ。まず上げてからいきましょう。はい、上げて、で、足と手を伸ばす。 OK、 キープします。ナイスキープ。お尻と横の腹筋伸ばして、いいですね。 OK、 天井向けて伸ばすことによってお腹切りますよ。 OK、 ではそうですね、ラスト手をついていきましょう。最後の手、腕足伸ばして、そう、 OK、 呼吸しながら頑張っていきましょう。ナイスキープ。呼吸して横の腹筋、そう、お腹突き出さないようにさせて、はい、 OK。 では逆側いきましょう。同じようにいきましょう。腰振ってしましょうか。手をそう、はい、で、右について、そう、体持ち上げて、そう、キープします。こっちリラックス、そう、ナイス。いいですね。そう、呼吸続けて、ちょっと失礼しますね。肩もリラックス、そう、ナイス。素晴らしい。2、1、はい、OK。下の腹筋のイメージを作っていきましょう。はい、呼吸止めに伸ばしましょう。はい、レディー、はい、アップして、そう、こっちリラックス、そう、力抜いていいですよ。そうです、OK、そうです、逆に逆に、そう、ここで休まれる、頭を回す、そう、並んで、ナイス、いいですね。 OK、 もうちょいこっちにずれましょうか。そうそう、OK。では次は手足を伸ばしていきましょう。はい、骨盤を前に、そう、アップ。手足を伸ばしてキープ。お尻と下の腹筋と背中も使っていきましょう。ナイス。手を上げることによってより横の下の腹筋に効いていきます。手を天井に伸ばすようなイメージでやっていきましょう。はい、 OK、 ナイス。じゃあラストも頑張りましょう。はい、もうちょっと手をこっちにしましょうか。うん、体をこっちに持ち上げて、はい、そうそう。では、エイを上げて、手と足伸ばす。ナイス、一斉、素晴らしい。お腹をぐっと引き締めていきましょう。そう、締めていく。ナイス。2、最後まで。はい、OK。ナイス。